いつかな、中国の時、多分。中国の時は、自分のおじいさん、映画館、ちっちゃな映画館やったことがあって、そこでちょこちょこ映画見ました。映画、あるシーンを見たな、すごく憧れて、自分もしいつか、そういうシーン撮れればいいなと思って、そこで出会いました。実は日本に来てかな。そういう流れですね。中国でシナリオを勉強して、普段自分は書いたシナリオは、監督コースの友達に取ってもらって、自分一応課題として取ったことあるので、全然ダメでした。日本に来てかな。やっぱり専門学校の1年間は、映画の現場、日本の映画の現場、カチンコ打つとか、最初かないろいろ勉強して、そこで興味を持って湧きました。脚本を書くことも一応映画の仕事の一部なんですけど、それでもやっぱりこれも高校の時から今後、映画を撮るっていうよりは映画業界に入りたいという気持ちがもう決まったんです。映画業界、そうです。実はあんまり、自分は物語に書くのは好きなので、あんまそんな深く考えなくて、中国で一応そういう専門、そういうコース勉強して、映画、シナリオ、卒業してかな、こういう脚本家、プロの脚本家は目指すと、そういうことは全然なくて、でも、やっぱり映画好きなので、日本の映画好きで、日本に来て、自主映画、学生映画、やっぱりみんなチームとして、何か一つの出来事、一緒に作る、そういうことが好きなので、大学時代は、北京電影学院は、自分のコースは、映画だけじゃなくて、音楽とか美術とか、いろいろの分野の知識を身につけて、多分そこで今まで自分書いたの脚本、役に立ってるのかなと思ってます。電影学院で言ってたから、いろんな監督とかも先生として授業したりしているんですけど、特に印象に残ったことがございますか？そうですね。名前は覚えてないんですけど、有名な先生の授業はいつも、いろいろの、あ、他のか、うん、学校の方も、参加したり、みんな、なんというか、教室だけじゃなくて、廊下も学んで、聞いてました。そういう情熱見たな、すごいなと思って。印象残ってます。自分の仕事も好きなんですけど、でも、なんか、違うの人生、違うの人、もっと出会いたい、見たい、そういう気持ちが強くなって、だから入学にしました。じゃあなぜ日本ですか？なぜ日本ですね。現実言えば、ヨーロッパとかアメリカとかいたこともないし、離れてるし、飲食とかそういう習慣、多分かなり違うと思って、あとは自分の性格として、多分日本はいつも静かな感じがしますので、似合うかなと思って来ました。日本に来ていかがですか？最初の印象は。最初日本語はあんまり喋れないし、なかったし、ずっと家、こもったことが多いし、そういう怖さがありますね。特に日本人と触れ合う。どうやって触れ合った方がいいかな、ちょっと怖さがあって、だんだん、
慣れてきて、多分時間経てば経つほど、なんか習慣、慣れてきて、自分のなんか、なんだろうか、好きというか、全然嫌いじゃないんです。でも、さっき言ったように、心が落ち着けて、何か書けるようになりました。そうですね。自分は、まずは、総合の大学は入りたかった。そこで、いろいろ調べて、立教の映像身体学校。なんか、映画だけじゃなくて、演劇とか、ダンスとか、いろいろがあって、あそこで、なんというか、他のものを身につけて、例えば、今回のダブルライフ、立教入らなかったな、ジャネオ先生の授業、ワークショップ受けなかったな、このシナリオ書けないと思って、感謝します。入ったらよかったな。きっかけは、結構理由は純粋だと思います。なんか、長編取れないと卒業できない。そういうモチベーションで取るしかない。きっかけとしては、まあ、外国人で日本で長編取るのは、なんか、コウさん、コシンヨウさんのような、そういう感じが、孤独感の感じ、あんまりなかったんですね、自分にとって。やっぱりドイツの監督、ヘヌツォークの、なんか、なんというか、この映画、ファミリーノーマンスを見て、そこで、レンタル人間をして、なんか興味っていうか、そういう話題ふねたな長編取れるかもしれません。一応、長編の前に10分の短編を取りました。そこで、まあ、やっぱり先生たちに厳しく言われました。もう一回、原点を戻って、再スタートして、何というか、いろいろの資料というか、本を読んだりとか、今まで、ジャネオ先生の身体のワークショップを受けたの感覚をシナリオに反射しました。はい、こうすると、時間はかなりかかるんじゃないか、脚本の。そうです。かかりました。8月間以上かかりましたね。2020から。そうですね。2020年の10月かな。こういうなんか方向性を決めて、撮影、まあ、リハーサルの前になかなか撮影こう、まだできてなくて、まあ、1年ぐらいかな、かかりました。はい。結構、自分はコンテンポラリー。身体ワークショップ全然前受けたことがなくて、浜口監督のハッピーアワーを見て、なんかとても興味を持って、そこのワークショップのシーンを調べたら、まあ、ジャネオ先生の名前出ました。そこでちょうど縁があって、立教で先生は授業をやってるので、2年間ずっと受けて、なんか、この授業で、何というか、例えば、身体の、歩くときは、バランスを崩してから、コントロールできてか、できなかったりとか、崩したりとか、そう、もう一回戻して、体の感覚、何か変化していく、変化というか、なんか、解放冷めた感じがしました。シナリオは、ジャノ先生に送りましたけど、先生の時間めっちゃ忙しくて、アドバイス、シナリオはあんまり受けてなくて、でも、最後のダンス、映画の中に出た最後のダンスじゃなくて、実は、久美子先生のダンス、あれもジャノ先生、振り付けくれました。実は最初全然何をやってるの全然わからなくて、ちょっと変な感じがしました。
でも、1年の時は、ワークショップの授業は5人ぐらいいて、妹の方もいるし、編集の監督、妹で3人ぐらい、ニアノと妹を踏み合ったりとか、そういうことをやってみました。2年間の、まあ、M2 年の時は、私ともう一人しか、二人しかいなくて、そこで一番印象強いのは、こういうでかい教室で、あの子だけ、いつも多分10秒ぐらいの、あの子の興味で、あの授業で、15分ぐらい歩いたりとか、あれ、本当に時間の流れ感じました。不思議な。不思議です。それを、まあ、映画として作るのもまた全然違う作業だと思うんですけど、はい、そうですね。大変でしたね。じゃあ、脚本作りも演出も、いかがですか？大変でワークしショップた。のシーンは。あれは、そうですね。死ぬほど大変でした。はい。見るのは、多分川口さんのような、ずっと座って喋っている感じが、発表の中に出てるんですそうけでど、すね。撮ると全然どういう感じですか？そうですね。実はワークショップ、シナリオの段階で3つ書きました。ワークショップ次もあるので。でも、もちろん撮りましたけど、なんか編集見たら、やっぱり自分は全然プロじゃなくて、初心者なので、何を作ってるのか全然わからなくて、ダメのワークショップで、今見たらこれからワークショップのシーン、書けないと思ってますね。書けないんです、本当に。なんか自分いつも、何というか、なんか、孤独感、いつも感じてますけど、でも自分のここの閉じてる感じで、レンタのそういうことを見ても、興味があっても多分やらないと思って、映画を見て、石井さん、なんか、ファミリーノーマンスの社長さん、石井さんは、なんか、めっちゃ成功なビジネスマンに見えちゃうんですけど、やっぱり、なんというか、空っぽな部分は自分は感じてます。だから、そこで興味があって、そういう人物、木野順之介役を作りました。そこがすごく難しい部分がありまして、まあ、レンタロットっていうところですと、まあ、演じることが入るじゃないですか。そうでで、す。映画自体も演じることっていうところなので、その、まあ、二確かに。重っていうところもちょっとダブルにかぶると思うんですけど、確かそに。の辺のちょっと脚本の細かい作業をちゃんとしないといけない。すごくやっぱりすごく素晴らしく完成したんです。その辺はどうやって書いてるんですか、自分で。どうやってですね、主人公のしおりは、まあ一応女性だし、なんか自分の分身な感じで、気持ちは、しおりの気持ちの流れとか書きやすいですけど、でもやっぱり木野順之介、他の役、夫婦関係は、まあ、あんまりうまく書けない気がして、でも、特にレンタル業界は、なんか、名前、まあ、もう一回挙げた方がわかんないんですけど、この石井さんの小説とか、こういうツイッターとか、たんまに見て、なんか内部も見たことがあって、あの言葉、なんか響きがあって、そこで書きました。ああ、西洋の部分と、まあ、西洋の部分だと思いますね。今回の現場で、なんか、録音、一本のガンマイクしかなくて、だから、まあ、ワークショップのシーンとか、特に家のシーン、なんかノイズたくさん入って、なんか 予算がなくて、これは、まあ、なんか事実なんですけど、自分も1ヶ月ぐらい、まあ、本を勉強しながら、声をしました。まあ、それは一番、この書けました。そうですね。今回本当に運が良かったです。特に菊池さんは、
オーディションの時は小児役、うん、まあ結構来てますね、来てました応募者。でもやっぱり菊池さんの芝居みたいな、この目、眼差しとか、初めてそういう芝居ができるなと思って、あれ、選びました。菊池さんの、まあ、現場の時、菊池さんだけじゃなくて、まあ、いろいろな方と、特に、まあ、外国人だし、この、友達かな、直してくれたの本も、現場の段取り前に、まあ、リハで、みんなを本読みして、まあ、そこで役者もセリフを直してくれました。あれは感謝します。段取りも初めて挑戦なんですけど、段取り前、中国そういう段取りあんまりないんですね。だから、まあ、こういう現場のが一番時間かかったのな、段取り。実は最初は こだわり全然なくて、でも、なんか自分は日本語を勉強のコツ、まあ、言えるかな。小説ずっと読んでて、好きな言葉とか、なんか朗読したり、メモしたり、そういう習慣があって、そこで、なんか、あとは、国際文学校、そういうシナリオ授業、実はありました。そこで何本の、なんか短編書いたことがあって、そこで、まあ、もしかしたら自分も日本語で、中国映画、まあ、じゃなくて日本語で、そういう長編書いてみたら、はい、そういう気持ちで書きました。まあ、とはいえ、多分その時日本に来たら、2年、3年目なんですね。そうですね、日本語で脚本書くのは、それは一番の覚悟じゃないかと思うんです。そうですね、なかなかそれは難しいので、言語の問題もあると思います。はい、あります。その辺はもう苦労どころじゃないですよね。いかがですか？苦労しました。結構苦労しました。なんか周りとか先生とかアドバイスを常に受けたりはしている。はい、受けてます。ずっと万田先生に、まあ、まあ、出たの第1個、第2個、万田先生を見てもらって、日本語の問題とか、このニュアンスも指摘してくれて、そこでちょこちょこ直しました。万田先生はあんまり人を褒めてないタイプな人なんですけど、でも、この映画出てきて、万田先生をメールをもらって、よく出てきてる、そういうメールを初めて見ました、もらいました。すごく感動しました。前、中国は、働いたことがあって、そこで貯金があって、日本に来て、まあ、ずっとバイトして、貯金もあんまり、自分もあんまり、物とか買ってなくて、そこで貯金して、ほぼ半分は、自分の貯金なんですけど、半分は、お父さん、お母さんからもらったお金です。気持ち、そうですね。まあ、最初、まあ、卒業したい、そういう気持ちで、簡単なモチベーションで撮って、でも最後、そういう形を見て、映画祭、そういう、キープシティ、そういう素晴らしいの環境で上映していただいて、本当に思わなかったですね。あれは嬉しいというか、幸せなと思って、なんか完成させてよかったなと思って。はい。キープシティ、国際一番映画祭もご自身で応募したんですか？そうですね、自分応募しました。まあ、最初一番好きな日本監督は、是枝裕和監督です。あ、今は、濱口竜介監督の作品大好きで。あ、もちろん、萬田監督も好きです。はい。なぜっていうか、なんか、是枝さん、是枝監督の誰も知らない、そういう映画は、なんか、時間と一緒に、流れぬそういう感じがして、あれ、とっても好きなと思って。あとは、濱口監督の場合は、
なんででしょうね。初めて見たの映画は2018年映画館で寝ても覚めてもこれ見て、自分は毎年そういう映画見返してます。あの映画は不思議なんですけど、なんというか演出というか、なんというかあんまり言葉出てないんですけど、とても好きなんです。はい。あとは浜口さんの他の作品を見て、ハッピーアワーとか親密さとか、この映画の中に映画だけじゃなくてこの小説、なんか朗読のシーンがあったりとか、ワークショップのシーンがあったりとか、演劇、舞台劇のシーンがあったりとか、やっぱり映画は映画だけじゃなくて、そういう祈りの芸術で寝込んだり、そういうことになったら映画はもっと深くになれるかな、感じました。はい。はい。今、30分の短編のシナリオを書いてます。最初はちょっと40分、50分、もっと長く書きたいんですけど、なんか、まあ、うまく書けなくて、まあ、一応30分を書いて、来年半ぐらい自分なりに撮ってみたいと思って、撮ってから日本、中国に戻って、もしチャンスがあれば、長編まだ撮りたいんですね。まあ、とりあえずシナリオですね。ありがとうございました。ありがとうございました。